はい、今日はこちらの少女ノート少女9月号付録についてご紹介します。こちらはこう紐が閉じてありまして、開けますと昔の大スターの美空ひばりさんの写真があります。そしてこちらにですね、昭和29年6月9日東鉄付録承認908号と書かれております。ちょっとここ内容を読ませてもらいますね。このノートは山に遠足に旅行に必ず持っていきましょう。そしてその時々の景色をスケッチしたり、名称や国立公園のスタンプも押してスタンプ帳に使いましょう。このノートできれいに咲いている草花を集めて押し花を作り、1ページごとにきれいに貼り付けて押し花帳を作りましょう。楽しい思い出になりますよ。このノートは仲良しのお友達やスターのサインブックにしてごらんなさい。名前を書くだけでなく、何か記念になる言葉を一言でも良いから書いていただきましょう。このノートで自分の好きな歌などを書いて歌集にするのも面白いと思います。歌や詩を書いたらそれにふさわしい絵を添えることを忘れないように。このノートは今勉強中の夏休みの学習帳の計算や下書きなどにもいかがですか？ちょっともったんないかな？って書いてあります。はい。台紙にこう紙が貼られていて、裏表紙もこういう紙に貼られていますね。でこちらが白いノートになってるんですけれども、もうこの方は多分もう今生きていたらば何歳ぐらいなんでしょうね。昭和29年の、少女の付録ということなので、70歳ぐらいの方ですかね。70歳から80歳ぐらいの方が書かれているかなと思います。花のいろいろ、春の花、スミレ、レンゲ、タンポポ、フクジソウ、桜、木蓮、カイドウ、ツバキ、梅、桃、さつき、つつじ、夏の花、ザクロ、アザミって書いてありますね。こちらは、何か芸能人のサインのようなものでしょうか。竹下明美って書いてあるのかな。こちらに顔が書いてあります。ちょっとシュールですね。でこちらにはワンちゃんと、ピエロさんですね。これはピエロに美空ひばりって書いてありますかね。やっぱり竹下明美って書いてあります。竹下明美さんなんでしょうね、書いた人が。でこちらにもワンちゃんと三角帽をかぶったピエロさんがこうやって書いてあります。でめくりますとこちらは計算がしてありますね。計算帳に使ったんでしょうね。はい、はい、そしてこちらには花言葉
花言葉書いてあるのかな、あやめしとやかな心っていう風にこうつけペンで書いてあるような感じがしますね。この花っていうところをちょっとこう太く書いてありますね。はい、こんな感じで、もう本当にこう紙のこういうところが裂けてきちゃってて、古いから大事に扱いたいんですけれども、こちらのイラストが、見えるでしょうか。こちらにひろしってちっちゃい字で書いてありますね、その時代の人気のイラストレーターさんだったのかもしれませんね。でこちらはこう紙が貼ってあって、ここの部分はまた違う印刷をしたものが貼ってある感じですね。でこう貼ってあるの分かるでしょうかね。こちらも裏表紙の方にも違う紙が貼ってありますね。多分まあ昭和29年ですので、まあ、それほど機械化が進んでる時代じゃないと思うんですよね。多分一つ一つ手作りしていたんでしょうか、ちょっと分かりませんが、こちら紐の両端がこうかがってあるんですよね。こういう紐って今ないですよね、なかなか。でこういう風に丁寧に作られていて、まあ本当にまあ古き良き時代がやっぱり感じられますね。ただやっぱり今手帳ですとかバレットジャーナルが流行ってますけれども、そういう書く物事、そういう何かこう自分の思い出を書いたりですとか、日々のことを記録したりとか、例えば国立公園に行ってスタンプ帳にしましょうですとか、押し花帳を作りましょうとか、お友達のサイン帳ですとか、歌集にして自分で絵を描いたりだとか、そういうあと勉強のためのノート、本当にその内容的には昔と変わらないんじゃないかなって思いますね。やっぱり人ってそうやって思い出とか日々のことなんかをこう記録していくっていうことで、心を整えたりとか、なんというか安心感というものがあるんじゃないかなと思います。はい、ということで、このように古い紙の本ですとか雑誌はすごく心惹かれるものがありますので、今後もまた何か見つけましたらばご紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。